せーの、めんどくさいレジェンド。いやー、刹那休憩だよ。めんどくさいレジェンドっていうゲームをやっていきたいと思います。このゲームはもうとにかくめんどくさいっていうことで話題になり、なるゲームです。そのめんどくさいゲームを一人でやる、一人で実況するのにせーのとか言い出した刹那休憩が、まあ刹那休憩、まあめんどくさい男がやっていきたいと思います。ニューゲーム、本ゲームをダウンロードしていただきありがとうございます。本ゲームでは S キーを押すことによってめんどくさい宣言をすることができます。あ、 S キーね。過去会話イベントなどの文字ウィンドウ表示中は宣言できません。そんな、それがまずめんどくさい気がするな。その S 押すことがもうめんどくさいわ。めんどくさい宣言はカウントされ、エンディング後にあなたがこのゲームでどれだけめんどくさいと感じたか知ることができます。そんなんあるんだ。もし会話イベントなどでめんどくさいと感じたことがあれば、そのイベント終了後にめんどくさいと感じた回数分入力するのも可です。さて、それではあなたにいくつもの質問をします。ゲームの何かに関わるかもしれない重要な質問ですので、慎重に答えてください。何かに関わるんか、すごいな。なんかあのポケモンのポケモン探検隊とかいう昔あったやつにこんなシステムあったな。質問に答えて的なやつ。クエスチョンは、今あなたの前には強大な敵がいます。どうしますか？あ、俺ずる賢いけん相手騙して逃げるわ。うん、相手に、あなたにとって 大切なものは何ですか？富とか名誉ならばいらないけど、愛が欲しい。愛が欲しいです。愛と勇気が友達のアンパンマン、羨ましいです。もし無人島に何か一つ持っていくならどれ？まずさ、正直言うてさ、真面目に答えるならこの4つ全部持っていかんな。もうちょい何か、水かな。水は重要やけん、とりあえず水を持っていくけんさ、一つ持っていくとしたら水やけど、とりあえず食料の缶詰にしとこうか。好きな色、明るいと暗いの2択しかないんじゃ。俺はなんだろうな、俺は赤好きなんやけど、どっちかっつったらワインレッドっていうちょっと暗めの赤が好きなんですよ。だから暗い色かな。ご飯派？パン派？パン派。今好きな人いる？いないんだな。これが恋愛に発展しないんだな。ホモのわけないだろボケ。どこ出身？どっちでもないな。これどっちでもないんやな。俺日本なんよな。普通に日本だよな。サウジアラビア。 LINE やってる？出会い中か。クエスチョン9は LINE。 クエスチョン9は出会い中だった。やってる？ファボレーよ。よし、大切な人が、 大切な人か。100人の知らない人、両者は死の危機、救えるのは片方のみ。どちらを救う？滅びたお前。死神って知ってる？面白いよね。肉は何派？豚でしょ。魚は何派？食えるんかって思えるほどのやつが4つも並んでるね。食ったことないし、そんなやつおるんじゃってレベルのやつが4つも並んでる。適当にアンボーイナー、アボーイナー。サメは何派？サメ何派とか考えたことないわ。なちょっと待って、友達同士で君何派、サメは何派とか言い合うと思う？うん、僕ヤジブカ派とかそんなんないからね。ヤジブカ。サンゴは何派？サンゴ。そんなん沖縄県民でもやらんぞ。そんな話題、沖縄県民でもそんなこと言わんけんな。名前の響き的に大花形サンゴ。ウミガメ出てきた。だから沖縄県民でもやらんけんな、そんな話題。赤ウミガメは聞いたことあるけん、これにしとこう。デートに行くことな、行くならどこ？アンケートやん。これなんか道端で1000人の人に聞きました的なアンケートやん、これ。アニメーター行こうぜ、みんな。
現在の質問、デート行くならどこの回答結果をインターネットで接続して開発者に送信します。別にいいけど、インターネットで接続中。インターネットに情報を送信しました。細かいな、この人。加えて LINE ID の交換を勝手に公開してんじゃんねえ。君とはお友達になれません。あ、まだ質問続くんかい。最後かと思ってないか。しかも質問18とか普通にアンケートレベルで多いな。めんどくさいアンケート。洋食派やな。友達の家に行くときに手土産持っていかんな。嫌いな友達に鉛筆削りを貸す。あなたの風はどこから。私は目から。サザエさんで誰が好き。普通に船さんやけど。ドラえもんで誰が好き。普通に伸びたままやけど、タマコさんやけど。消せ方は知らないな。 FD ってあれかな、イニシャル D の FD3S かな、高橋圭介かな。だったら俺同じ圭介として選ばなあかんな、 D 型を。どっちでもいいけどな、別に。探し物は歌詞になっとんねえか。探し物は何ですか。見つけにくいものですか。ものですよ。 RPG スクール作品は初めて。いや、そんなことない。よくやる方かな。質問は以上です。正直この質問に意味あったと思いますか。逆にあると思ってくれていると思ってますか。なわけないよね。残念です。質問の意味が分かっていただけなかったのですね。もう一度やって本質を理解してください。あー、そんな適当に答えてるよ、ボケ。あー、適当に答えてやるわ。そんな適当に答えてやるからな。そんなに答えてやって答えてるよ、っしゃー。あーダメだ、そこだけは、そこだけは適当に答えてあかん。あー、あー、あー、ディクショー。どうだ。この3つぐらい、あとじゃ、この3つぐらい。またじゃ、またじゃ。よっしゃ、ここじゃ。ここであれを選ばなあかんのじゃ。あ、ようやく名前入力させてくれるんじゃ。収録初めて30分、7分ぐらい経ってしまったよ。エリックちゃうわ、俺の名前は。6文字までなんやな。じゃあ、設計でいこうか。つけいと、よっしゃ。確認に、もう一度あなたの名前を入力してください。なんなん、これ、口座でも作るんか。口座でも作るけん、もう一回名前入力してください、みたいな。もういいわ。そういうことならな、もう適当じゃ。もうめんどくさいけんな。ののにしとけよ。もう、俺の手口がもうめんどくさいだろ。ノーばっかって。うん、いいよ、別に。いいよ、もうめんどくさいけんいいよ、脳でいいよ、もう。そなたらに問う。人間とは何故争う。あ、カートになって、パートになって、ポーンとなって、ガーンじゃん。わかる？感情の一角。欲望が存在するからであります。人の欲望が争いを呼ぶ。それも正しい。だが、人から欲望が消えたとき、争いがなくなるだろうか。いいな。人は争い続けるだろう。それは人が人であるからだ。それが真理であり、逃れることのできない真実だ。なあ、つまり、何が言いたいんだ、俺。お前が言うなよ！こっちが聞いたよ！ほら、部下たちもしらけとるがな。わかりませぬ。オープニングのつかみ、最悪だな。大丈夫であります。我々本編に登場しませんかな。本編ちゃうんかい。じゃあ今の何だったらいらんからな。我が息子ののよ。もうなんかようまでが本名みたいになったな。ののよってののよって女性の名前でありそうやもん。ののよって俺男やけど。これより応命を下す。急ですね。何ですか。この王国ガミシニには古くより伝えられてきた伝承がある。その伝承によると、王は決してエロ本を持つべからずだそうだ。あ、そうなんじゃ。なんかこのおっさん、エロ本とか夜な夜なエロ本とか見て回りそうな顔しておけど、それでも持ったらあかんのじゃ。かわいそうやな。それ
転生ですか？僕もそう思います。思ってないな、絶対王に合わせたな。ということでだな、お前にはこれより、そのことをすっかり忘れて買ってしまった私のエロ本を裏やめに捨ててきてもらう。俺はお前の後輩ちゃうけんな。先輩の頼みでもそんなん聞けんけどな。なぜ王子に、王家にこのようなミスが二度と起こらぬのを王子のお前にも知らせめておく必要があるからだ。なるほど、納得しちゃったよ。しかし城近くの裏山を取ってセコムしてますかとはいかん。セコムしてないと思うな、俺は。そこまでセコムはしてないと思うな。危険な魔物もいることじゃろう。これまでお前はこの城の中で安全に生きてきた。魔物とまともに戦ったこともない。めんどくさいっていう魔物とはもうめくちゃ戦ったけどね、すでに。これもいい機会だろう。父の死ぬぐいをし、さらに初めて魔物との戦闘も経験できる。他とないチャンスじゃ。ものはいいものですね、王子。王子じゃないわ、王様。死ぬぐいって言っちゃったよ。というか、初めての経験も何も私は戦いの心得がありません。それは心配いらぬ。さすがに一人では危険じゃろうて、すでに城の者たちにはこのことを伝えておいた。お主が仲間にしたいと思った者を城の中から一人選び連れて行け。さまざまな手助けをしてくれるじゃろう。わかりました。仲間決めさせてくれるんじゃ。いいね。自分に一番合った仲間決めさせてもらおうじゃないの。して、エロボンとやらはどちらに？そんなに気になるか、ド変態め。あんたには言われたくないよ。勝ったあんたにまで。運ぶからどこだって聞いてんだよ。なるほど。それなら横の静に、執事に聞くといい。彼が預かると言っていたから。わかりました。ついでにセーブしたくなったらわしのところに戻ってこい。復活の呪文を教えてやろう。今時その方式ですか？本当やで。そんなん何年前の話やねん。もう黒歴史や、黒歴史。普通にメニューでセーブします。これか、小離れか。違います。ドラクエのシステムが変わっただけです。ちゃんとセーブできるわ。ののののの王子って、もうなんか適当につけてしまったよ。めんどくさいっけ、適当につけてしまったけど、もういいわ。切なきゅうすけって打ち方がてめんどくさいなってきたまま。国王の名前クソジジイかよ。あーなんだこれ。よっしゃー、行くぞ。もうジジイお前にも頼らんぞ、お前。しかも他の呪文適当すぎんか。こんなん覚えろっていう方が無理じゃ。メモれメモれって感じ。やけにピーピーしてますね、ほんとよ。ひよくか、お前は。だから復活呪文はいらないです。あしらった。いいよ、そのあしらい方。こいつやな。おっと、預かり物本でしたら、私あと100回ほど話しかけてくださればもうお渡しますよ。なんで100回も話しかけなあかんのや。めんどくさいやっちゃ。わかった、連動するわ。もう、あ、そうだ、忘れとった忘れとった。こういう時にめんどくさいことを思うんじゃ。あ、こんなん出てくるん。こんなん出てくるん。なんか昔流行った覚え、平ボタンみたいな感じになったんで。もうプラフクさん置いたるわ、まあ、押したるわ、まあ。あ、S ボタンじゃ、もう。もう、トリビア聞いた後の平ボタンを押す感覚に押したるわ、もう。よっしゃ、そろそろいいやろ。5めんどくせえぐらい押したな。もうそのぐらいで十分だろ。よっしゃ、行くわ。わかったわかった、頑張ってやるわだ。頑張って連打するわだ、俺は。連打だな、あー連打だな。この足首なんか肘が変な方向に入るな。若干離れてみたいに入るな。寝床がちょっと下だけ離れてっぽいな。なんだこれ、アリの触覚みたいになってるやん。現世だな、現世アリだったんだな。あー連打するな、連打するな。さあ帰るか、いいアンドだな。パーツできないな。足は入るかな。どうなんだろうな、台風つけるしかな。あと 10何回あるな。パーツしようかな、カットしようかな、ここ。よっしゃ、あし、てんてんてん。エロボンは渡さー。じゃあ最初から言えや、100回もおそばに言えや。執事が出てきました。魔法使いか、新たな魔法使いか。くそ、特技なし、アイテムは何もなし、攻撃するのみ。攻撃しよったら勝てるだろう。ほらザコメ、執事なんかもう伊藤妃に負けそう。勝てそうだと思ったのに負けそう。あ、こういうイベントなんだろうな。ゲームオーバーで出てくるけど、出てくるけど、あー、はー、
負けてもいいイベントとかないんやというわけで、まあまあタイミングよくここをまあホーム画面にもあのスタート画面に戻ってきたんで、ここで終わりとさせていただきます。次回もめんどくささをあなたにお届けします。というわけで今回はこの辺で仕上げ。ふぅ、やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンする。